さあ、鎌田さん、テーマの発表をお願いいたします。私は、お、面白そう。じゃん、ベルリンの社会派ファッションショーということで。知りたい。はい、フランスのパリで2018年春夏のパリコレクションが開かれています。26日にはクリスチャン・ディオールがフェミニズムのメッセージを取り入れたショーを行ったほか、サンローランがエッフェル塔の点灯を背景に壮大なショーを行うなど観客を魅了しました。パリコレは10月3日まで開催され、およそ80ブランドが新作を発表する予定です。はい、来てますね。そう、あのディオールのね、社会派メッセージということで、今のはパリコレクションのニュースだったんですけど、はい、ちょっとベルリンのファッションウィークについて紹介したくてですね、なんかドイツはドイツで感度が高そうですね。そうなんです。ちょっと面白い取り組みがあって、はい、このですね、はい、じゃん、エシカルファッションショーベルリンっていうのと、グリーンショールームっていう展示会がベルリンのファッションウィーク中にものすごく大きい規模で開催されるんですけど、面白いのがここにある商品は全部環境や社会にポジティブな影響があるアイテムのみしか集まってないんですね。気になる。そう、私エシカルファッションプランナーという肩書きで活動していて、エシカルファッションについてこう一言で説明しておくと、直訳すると倫理的なファッションっていう風になるんですけど、お洋服の生産とか消費の過程で自然環境だったり働いている人に配慮を持ちましょうというような考え方なんですね。僕らがね、普段何気なく買った安い T シャツが実を言うと自動労働で作られていたとか、ね、直結してたりするので、そういうのやめましょうねって、はい、なのでそれにこう特化したファッションショーっていうのがベルリンのファッションウィークでオフィシャルに開催されているんですね。いいよ、うん、どんなものがあるんですかね。私7月にですね、実際に行ってきまして、いろいろ写真を撮ってきたのでちょっとご紹介したいんですけど、まずこちらがですね、こんな感じで本当にかっこいい、いわゆる普通のファッションショーなんですけど、着ている服が全部何かしら社会に良いインパクトがあるもの、例えばこちらのお洋服、はい、これがオーガニックコットンでできたスペインのブランドのものなんですけど、食品にも農薬の問題があるように、お洋服の原材料になるコットンにも農薬の問題があって、世界中の農地面積の 2% でコットンが生産されてるんですけど、世界中の農地に使われている農薬の4分の1がそこに使われてるんですよ。うわ、ものすごい割合じゃないですか。オーガニックコットン以外のコットンはじゃあものすごく農薬漬けになってますよって。はい、農薬が必要で、でそうするとやっぱり土とか水とかが汚れちゃうので、そういったものを使わないコットンを使ったお洋服。これこう製造過程まで調査して、はい、こういうファッションショーするわけですか。そうなんです。ここに出展するために厳正な審査があって、通ってないとこのショールームに出せないと。だからここに出てるものは安心して発注ができるっていうことなんですけど、例えばですね、ちょっと面白いアイテムがいろいろあるので。いくつか紹介したいんですが、あれ、じゃじゃん、ちょっと、ね、ユニークな背景を持つファッションアイテム。そうなんです、これ一見可愛いね、若い女の子たちが好きそうなアイテムばっかりなんですけど、例えばこの水着、あ、水着ですか。そう、これ水着なんですけど、とっても可愛いんですけど、なんと材料が魚取り網なんですね。魚取り網、ちょうどこの後ろにかかってるこれですね、はいはい、これ例えば漁の時に海に、そうです、そうです、落ちてしまったりして海に浮遊してる魚取り網がものすごい量あるんですね、でそれが自然に分解されるのを待つと何百年かかると。でそれが問題になっているので、じゃあ回収して繊維にして水着にして、それ着て海に行っちゃおうという、すごい面白いアイテムがあったりですとか。魚に寄ってくるんじゃないの。入ってきちゃうかもしれないですね。はい、ですとか、あとこちらのサンダルは、ここがなんとエアバッグ、自動車の、はい、で裏に使われているゴムはタイヤなんですね、だから車から生まれたサンダル。 そう、あとはこのピアス、ちょうど私も今つけてるんですけど、これがですね、原材料がフォーク、ナイフ、スプーン、昔のものを一体溶かして、でそれを再利用したシルバーなんですけど、作っているのもメキシコ のストリートで暮らしていて仕事がない方々ですね、その方々に仕事の機会をということでリサイクルシルバーを使ってアクセサリーを作ってもらうと。
今ね SDGs、国連でも旗振ってますけども、持続可能な開発というのが前提、まさにまさに無駄にしちゃいけないですよね。ファッション業界もそういったところにこう視点を向けていこうというようなアイテムが実際たくさん出てると。でちょっと背景の問題の方も触れておきたいんですが、ですね、こういう商品が生まれてきた背景にはもちろんいろいろ問題がありまして、例えばじゃじゃん、はい、ファッション業界が抱える問題1、生産方と廃棄量の増加って書いたんですけど、はい、経産省のデータで、国内の衣料品の市場規模、これ日本に限ってなんですけど、1990年から2010年の20年の間に、3分の2になってるんですね。15億円から10億円、なんですけど、不思議なのが、市場に出回る商品数の供給量は倍になってるんですよ。そうか、安くなったんだ。安くなって量が増えて、でここには公式なデータがないんですけど、出回ってる商品の半分は消費者の手元に届くことがなく廃棄されているという、まあ、正式な数は測られてないんですけど、まあ、でもこれを見るだけで推測はできるというか、どう考えても余ってる、作りすぎですね。シーズンごとにもう、はい、これは次のシーズンでは売らないとか、やっぱりたくさん作った方が1個あたりの単価が下がるんで、たくさん作ってで余った分は燃やした方が、安いということで、まあ、作りすぎっていう問題からこういったことがあって、さっきのリサイクルのアイテムが必要なんじゃないかっていう動きが1個出てきているっていうのと、でもう一つはですね、こちらドンドン、サプライチェーンの脆弱化ということで、ありましたね、これもですね、やっぱり生産サイクルの仕組みが変わってきたことで、ファストファッションって言葉もありますけど、早くたくさん作るためにやっぱりどんどんこう分業化していって、下請け下請けで見えないところで、例えば2013年にバングラディッシュのダッカで縫製工場が倒壊して、こんなにたくさんの人が亡くなる、1100名以上の方が亡くなるという事故が実際に起きていて、でここで作られていた洋服のブランドも私たちにとってもとっても身近なグローバルに有名なブランドなんですね。なんですけど、さっきのこの問題1と、まあ、重なってくる部分はあるんですけど、たくさん作って1個あたりの単価を落として安いものを売ろうっていう流れから、ゴミが増えてしまったり、このサプライチェーンで問題が起きてしまったりっていうことがあるので、そこへのまあアンチテーゼっていうこともあって、こういったファッションショーがまあ大規模に開催されるようになったということで、しかもあれですよね、ここで働いている方々がものすごく低賃金で、まあ、それこそあれですよ、社会保障なんてないですよ。厳しい状況で働かされていて、その国の最低賃金も下回っているような状況で、でもストライキをするとクビにされちゃうとか、いろんな問題が、まあこうね、日本のまあ大手のそういったところでも、バングラディッシュやそういうところに安い労働者を求めて工場を転々とさせたりしてますもんね。そうなんですよね。でもあれ、消費者側が安いのがやっぱりありがたいわと思うから、そういうニーズもあるわけでしょ。もちろん安いものを買いたいという気持ちは分かるんですけども、それがこういった環境問題とか社会問題にダイレクトにつながってるっていうのをこう見えるようにしていきたいなっていう思いが私には強くあるので、こういった情報をどんどん届けていきたいですね。下田さんどうですか、今の話を聞いて。いや、なんか買いづらくなりましたねいい気いや、でもなんかなかった知識なんで、わ、ね、ーって一個一個なんか服選ぶでも、僕も結構サイクル早い方なんで。そうですか、まあ、一方でね、こういったこう面白い背景を持って買うことに意味があるようなブランドさんもたくさん増えてきているので、そういうのを選ぶっていう楽しみ方も。そういうのはどっかで今、例えば都内でも買えるとかあるんですか。ネットで買う、はい、ですね、海外のブランドはまだまだ日本に少ないんですけど、日本のブランドさんでもそういったファッションブランドがあるので、エシカルファッションブランドって検索するといろいろ情報が出てきます。はい、ありがとうございました。